体重差についてお伺いしたいんですけど、最近その井上選手が、井岡選手と、現実的になってもいいぐらいな、ことで、まあ、ビッグマッチですよね、そのやる価値はあるみたいなことをおっしゃってるんですけど、まあ、その時によく言われるのが体重どころか適正体重っていうことで、まあ、そのバンダム級といわゆるスーパーフライ級ですね、その実は2キロもないですね。だからそこが、まあ、その随分な差になるっていう論理がよく言われてる。で一方でそのキックでも、まあ、タケル選手と天心選手がやるときに、まあ、そもそもの適正体重みたいなことも言われてる。まあ、ただその過去を振り返ったビッグマッチみたいなので言えば、まあ、キッド選手とマサト選手なんかは現実問題10キロぐらいも差があったのに、まあ、互角の勝負をしたりする。だそういうところを見ると一般の人間にとってはその体重差、しかも細かい体重差っていうのがちょっと分かりづらいんですけど、ボクシング、キックにおいて それぞれまた違いがあるかもしれないんですけど、細かい体重差っていうことについてちょっと深掘りでお願いします。分かりにくいですよね。本当だ、私でもよく分かんないですもん、その、ね、1キロ2キロの差でうんぬんっていうのは。なんですけれども、まあ一つは、まあ、ルール統一のためでしょうね、フェアにするためっていうのが一つあるんでしょうけれども、じゃあ大きい方が有利で、重たい方が有利で軽い方が不利なのかっていうところで言うと、まあ物理的に言えばそうなんですよ。だって重い人がね、その叩けばそれはパンチ重くなるし、2キロぐらいでも、2キロってね、あのダンベルとかで考えればちっちゃなダンベルですけど、あれ鉄とか銅とかで作ってるもんですからね、あのぐらいの質量になってしまいますけども、肉とかになったら2キロってなんかもうこんなです。そうするとそれだけ大きさって体の大きさって変わってくるんで、それが当たってきたら強いよねっていうのがあるんですけど、私がもう一つ思うのは耐久力が変わるんですよ。やっぱり大きい人の方が耐久力って高いですよね。その打撃に対するとかもちろん押すのにも重いわけだし、そういう耐久力の面でも体重差っていうのを1キロ2キロっていうのは結構出てくるのかなっていうのは思いますね。ただパンチ力っていうのは一概に重さだけじゃないんですよ。っていうのは速さっていうのがあるんで、物理の公式なんですよね、もろにね。その重さかける速さイコール力っていうものが入ってくるので、軽い体重の人でもすんごい速く動けばその重さをカバーできる力っていうのは埋めるんですよね。なのでパンチ力は一概に言えないんですよ。でも耐久力という部分では重い人の方があるのかなって思いますね。どうでしょう。はい、でそれで言うと、そのいわゆる2つのビッグマッチですよね、まあ、例えば10キロ差で言うと天心選手はメイウェザー選手に、まあ、簡単にあしらわれたですけど、あれはそもそも体重差っていう、もうそもそものレベルが違いすぎてて、その日本における知名度が天心選手が上回ってただけで、そもそもレベルが違いすぎただけで驚くことには当たらないとは思うんですけど、その今度あるその2つの試合っていうのは、それこそすごい細かい体重、一般から見るとすごい差が少ないじゃないですか。そのだから2試合におけるその適正体重、その、まあ、要はその2つは適正体重って言われ方をするんですよね、体重差っていうより。その井岡選手はバンダム級は適正体重じゃないみたいな言われ方とか、まあ、そのタケル選手と天心選手にやったら減量後のリカバリー率まで含めて適正体重
はどうなんだみたいなことを言われてるんで、ちょっと最後にその適正体重っていうことに関してちょっと深掘りしてもらってもよろしいですか。そこいいっすか。もうね、外野がごちゃごちゃ言うなとっていうことですよ。お前らに何がわかんだよってことです。本当に本人がその分かってるはずなんですよ。調子いい悪い、ここの体重の、あ、ここまでいくとちょっとこうなんだよねっていうもので決めてることでしょうので、その階級ね、今までやってきた自分の階級っていうのは減量してやってきてる、この減量してここでやってるのが調子いいんだよっていうふうに思ってるからそこでやってるわけで、適正っていうのは本人が決めることだから周りがごちゃごちゃ言うな、だから私も分かんないですもん、適正体重なんて。ただ自分が調子いいなと思うのは、やっぱりね、自分自身だったら183センチありますけどもね、76、7あたりがね、調子いい気がしますもん、とかっていう感じだから、何をどういうふうに適正体重というのかは本人の調子がいいかどうかです。あ、じゃあ今のところだけちょっと させてもらいます。要はその三冠は76ぐらいが適正体重だと自身で思ってられた。ただボクシング時代はミドルだから72キロぐらいじゃないですか。で K1 に限って言えば70キロぐらいでも戦ってられた。それはじゃあ本人にとっては適正体重でさえない、体格で戦ってたわけですよね。それについてではどうなんですか、本人の中のジレンマ的なみたいなことがあったんですか。ありましたね、めちゃめちゃありましたね。だって日本のタイトルはミドル級までしかなかったし、その当時で K1 は70キロでもう決まっちゃっていたので、なのでそこまで落とさなきゃもう出場権利がないんですもん。なのでうわーきついなと思いながらでもそれをやってそこに出たいっていうやっぱり自分のね気持ちですよ。なのでそこで結果が出なかったっていうのはありますけれども、なんかそれを別にね、あ、俺はその76、78とかその辺が適正だからなんて気持ちにはならないですね。いや具体的にすいません、体験談としてはあれなんですけど、適正体重の76キロと自身が戦われた72キロ、72キロまで1回落とすことによって要はどのような、不利益みたいなものを実感としてはあるんですかね。実際の試合パフォーマンスっていうことにおいてです。要はその数キロの違いを適正体重ってよく言われてるわけですから、っていうことは試合に何らかの影響が起こってるんだろうと。まさかその軽量パスすることが辛いっていうだけであれば試合の日はそんな変わらないような気がするんですよ。だからその本人の自覚の適正体重じゃないっていうことは、その試合上のパフォーマンスではどのような差が自覚されるのかっていうことだけ最後でお願いします。なるほど、面白い。そうですね、今途中でおっしゃったように試合を成立させるためにその体重まで落としてクリアしてるっていうのはね理由ですよ。で前日計量なんでそのパスした瞬間から飲み食いするんですよ。そうするとね、3、4キロ、私なんか3、4キロ、5キロぐらい戻るわけですよ。そうすると適正体重、77、8とかなってるんですよ、大体。なので、減量をするっていう、その大変さと疲労感ってのはあったんですけれども、試合当日にちゃんと自分の適正体重に戻せてるっていうアドバンテージが取れてるんですよ。でそこに常に居続けてそのままパスしていくってなっちゃうと、周りの選手たちもそこで同じ 体格がでかいから、そういうなっちまうんですけど、ちょっとでも軽量をね、低いところで低いクラスでパスしておけば自分の適正体重で戦えるよっていう部分で減量をしてその体重を落としておくっていうメリットが生まれるから階級っていうのが設けられていて、自分のその試合当日のコンディションまで考えてみんな設定していくんだと思います。なのでそのね、減量っていうのを必ずしもしなきゃいけないんだなっていうような先入観で皆さん取り組まない方がいいと思います。なので自分が当日何キロ減量してきて、で何キロ戻って試合するっていうのが調子いいなっていうのを常々ちゃんと感じるようにしておいてください。どうぞ全力、全力にいこうぜ。